はい、何か質問ある方いますか。はい、あ、じゃあお願いします。あの、じゃあ、亀貝選手、あ、選手じゃなかったと思う。いいとこですね。はい、絡めた質問で聞きたいんですけど、はい、栗原選手、やっぱディフェンスダメなんですか。あ、ありがたいっす。どうなんですか。ちょっと、だいたい、危うい質問は栗原カットするんで大丈夫なんですけど、めったらそうですね。言えることの、もう全部出します。大丈夫です。ディフェンスは悪いですね。はい。いや、まあ攻撃はさ、いやー、これ難しいところですね。はい。まあそういう面もありますけど、ボクシングのリング上で攻撃は最大の防御って言って相手を完全に倒せた選手は史上いないですよね。はい。デオンテイ・ワイルダーでさえが負けてきてますから、やはり攻撃力だけでは勝てないんですよ。クリちゃん、待ってたんや、攻撃力だけでいけるか。じゃあね、思ったんですけど、韓国での試合はどう思われたんですか。韓国か、韓国らしいですね。あ、フィリピン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 、はい、サラダ、サラダ、サラダ、はい、あ、あれですね。はい、これはですね、僕ちょっと SNS でつぶやいちゃったんですけれど、0点だけで100点って、まあ、そういうことですよね。はい、あれはもうひどかったです。はい、自宅でもう子供が寝てるんで声を押し殺して見てたんですけど、映像をうーわーってガッツポーズしたんですけど、ただ心配すぎて大変でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、質問が、じゃあそうですか。これも編集カットアンケートなんですね。全然大丈夫です。今戦争に響き話に出てきていると思うんですけど、那須川天心選手とやっぱり戦って、はい、自分と亀貝さんのあれではどんな感じっていうか、初日がどちらか。まあそうですね、元帝拳出身で、はい、天心選手とは、はい、あれなんですけど、同門なんですよね。同門なので、はい、ちょっとまあ亀貝さんはちょっとそこは触れられない部分なので、ちょっと個人的にでもまあ元々西田選手と対戦する可能性があったりとかで、対サウスポーに対してこういう風に戦うとかそういうノウハウを教えていただいてたんで、まあそういった部分を使ってとか、そうですね。こうそのおかげで元々サウスポーそんなこう得意じゃなかったというか結構苦手な方だったんですけど、はい、普通にサウスポーとも戦えるようになりましたし、はい、まあ、こう天心選手とやるならこうやって戦おうっていうのはそういうおかげでちょっとこう見えてはいるんで、はい、ちょっとそう、オファーが来たら、オファーが来たらその戦い方をっていう感じですね。はい、ちなみにちょうどその今日は天心君の出たイベントの解説をやってきたんですよ、その収録なんですけど、その時に栗原の名前も出てたんで、その日本人の日本ジム所属 の、 その世界ランカーとして栗原の名前も出てたんで、で、はい、そのもし BS 加入してワウワウ入ってる方はちょっとご覧になってください。来週月曜日です。はい、おお、あ、それも見えてます。なるほど。はい、ちゃんとそのワウワウのスタッフも栗原啓太みたいな。ああ、嬉しいです。入れてくれてたんですよ。はい。ただまあ僕はそのこういうフラットな立場言うんで、特に全然用意しなかったんですけど、ちょっと触れて終わりですけど。はい。ですね。じゃあ次の質問の方いらっしゃいますか。じゃあすいません、鋭い選択します。はい、質問させていただきます。鋭いですか。鋭いです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 。何年か前から応援させていただいていて、そこはやっぱ一発で仕留めるのがすごいハマっちゃって、それからずっと決まっちゃって、それは僕がすごいやっぱ、まあ、中島戦とかですね、すごく気持ちよく言おうとね、ちょっとそれから思ってたんですけど、クリアのパンチ力っていうのは、亀井さんに聞きたいんですけども、
世界で通用するのかっていうのを、ちょっと、ね、答えづらいと思うけど、聞かせてくれます。ズバッと聞いちゃいます。ズバッと、ちょっと、これは2人あ、もちろん本人にも、はい、本人が通用しないっておかしいじゃないですか。逆にそこ通用しなかったら僕は何も言えるとこないっす。確認を確認の意味です。そうですね、自分は、まあ、一番長所としてそこは思って、で逆にでもそこを一番の長所だと思っちゃいけないんだなっていうのは今こう思ってる部分でもあります、はい、だから世界に通用するとは思ってます。はい、彼の栗原君のパンチはものすごいですよ。世界的なレーベルでも十分なレベルで、だけれどそれを当てるかどうかですよね。その野球でいうと大谷選手が今ガンガン打ってるじゃないですか、ホームランとか。それを打てるのは結局当てるかどうかなんで、当てるかどうかっていうのがすごく大事なんですけど、ただ僕全然野球詳しくないですけどね。ただパンチ力は本当にもう世界クラスの選手なんで、それをどう生かすか、どう当てるかっていうのはですね。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。じゃあすいません、結構お時間なんで最後の質問で、すいません2時間制だとあれですね。じゃあお願いします。あとですね、1階級下ですけど、ケンブ・トーレス選手ですか、ね、はい、わかります。この選手は元々スーパーフライ級の選手ですけど、最近ね、いろいろあって長期の引き合わせで今年になって2連勝してるんですけどね、WBO のバンタムの1位とスーパーフライ級の1位を、ね、横1位を、はい、通して、で、あの人スーパーフライの狙うのかと思ったら、OPBM バンタム級の3位にランクインしてきたんですよ。オファー来てます、もしかして。いや、聞いてないです。ケンブンポーレスは明らかに僕、栗原選手を狙ってきてるんじゃないのかなって思ってて、いや、僕はそう、いや、まあ、できればぶっ倒してもらいたいですよ。ありがとうございます、まあ、ケンブン選手、僕が初めて知ったのが、同じ選手と対戦したことがあって、僕が確か初めてランカーと戦った時の試合とかまで遡るんですけど、その選手にと戦ってる選手見てみたらケンブン・トーレス選手の名前があって、その当時から知ってたんですけど、まあ本当に最近また戻ってきて相変わらず強いっていう印象で、はい、なんちゅうかでも間違いなく思ってるんですけど、ただ年内は試合しないんです。はい、年内はもちろん。あと質問大丈夫そうですかね。じゃあちょっとこういう感じで、キュアンドステージを終えさせていただきます。ありがとうございました。